はい、バージョンテッチさんからあご提供いただきました、えー、G20003.5mm ステレオ LED ライトゲーミングヘッドセットのお開封を行っていきたいと思いますあー PC ゲーム用ですね、えー、箱はこんな感じですね G の2000はい、えー、こんな感じですね、はいえー、色はですね ブルーをもらいましたね。はい。えー、こういう感じで、側面の、これはボリューム調整ですね。と、USB がで、えーえー、させるタイプといつものようにピンプラグ方式とがあります。選べますね。はい、えー。こんな感じで。ほとんどね、英語と中国語、中は中国語の説明書しかありませんので、まあ、どなたでもわかると思いますよね。 はい、えー、こんな感じで、えー、箱はこうなっておりますね。えー、早速、箱から出したんでね、時間かかるんで、えー、お見せします、えー。これがその商品ですね。はい、えー、ヘッドセット部分です。じっくりお見せします。こんな感じです。えー、これがマイクの部分で可変します。えー、もちろん、ここ、LED で、えー、光りますね。 このロゴは光りませんけど、この口の部分のここ、マイクの部分とこことか光りますのでねえ、後ほど電源を入れて最後の方でお見せしたいと思います。えー、こういうふうにワイヤードになってますね。えー、コ,ードコード式と、えー。パッドもなかなかね、えー、おしゃれでブルーで、はいえー。これブルーのタイプを選んだんで、まあ、色はね、オレンジもあると思いますね。はい、ここが LED で光ります。 えー、もちろんヘッドセットというぐらいの中でここで、えーまあ、調整は効きますよね、はいえー、かっこいいです、このパッドも柔らかくて、えー、長時間かぶってても、ねえー、痛くなるようなことはないですね、先ほどちょっとつけてみましたけど、はい、内側も光ります、もちろん、はいえー、こんなわけでマイクの部分とあとですね、えー、ボリュームコントロールがここですね。 はいえー、ボリュームコントロールが手元でできますね。はいえー、っとマイクのミュートとオンです、ね、ができると、オンとミュートというのができると、手元スイッチでできるコントローラーがついております、中間部に。で先ほどのピンプラグと、はいえー、ピンクラブの音声と、はい、マイク入力ですね。はい のあれがいいておりますねはい、でこちらが USB 端子というふうになっております。早速電源を入れてねあの、色のついたところをお見せしたいと思います。はい、これですね。はい、光りましたよね。はい、えー、これマイク部分とここ、LED で綺麗ですよね。えー、これでね、 ゲームする方はね、もう戦闘能力バッチリって感じでね、なんかその気にさせて、ワクワクしてきますよね、内側も光っております。こんな感じで、ちょっと衝動を落としてみますよ、はい、はい、こんな感じです、はい、綺麗ですよね、はい、えー、ここも光っております、マイクの部分も光って綺麗ですね、はい、LED が光って、ブルーでものすごくいいですね、落ち着いた色で、内側も光っております。 はい、えー、こんなゲーミングヘッドセット、えー、バージョンテッチさんが販売しております G2000 ゲーミングヘッドセットのブルーのご紹介でしたあ。ぜひね、あの、URL 貼っときますんで、えー、このヘッドセット欲しいという方はね、えー、今お安くなっております3000円を切る値段で売ってますんでね、この値段ではなかなかありません。 はい。そういったわけで URL 貼っときます。大変、うん、戦闘的な、かっこいい、ゲーミング、ヘッドセットの、レビューでした。ではまたです。さよなら。